本当ですか。はい、から揚げサック、こちら卵30分から置いております。卵をつけてどさっと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 で、片栗粉と小麦粉をミックス、小麦粉と片栗粉をミックス、ミックス。ちょっと写メ撮影を。姫は余計な仕事はやりません。庶民がやるのです。ミックスミックスミックス、ラララララララ、唐揚げ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 、から揚げ、から揚げ。姫、司会やります。姫は地味な仕事は NG です。目立つことは NG です。そんな中、会社主催の就職説明会で事件が。からあげ、もうこれね、味付け染み込ませてるからね。グループに分かれ、若手社員が質問を受けることになっていたのですが、こちらの会社で特にやりがいを感じるときはどんなときですか。腕、年齢差別という概念がなく、豚の腕みたいな。からあげからあげ、すると、こんな場面で自分に注目を集めたいという姫の悪い意味。味付けの時はナイロン袋でして、これは絶対手でした方がカラッと上がんねんって、クックパッド先生より。ぶっちゃけトークした方が嬉しいですよね。それは確かにありがたいです。クックパッド先生より。姫が振られた仕事で大変そうにしてても、唐揚げ唐揚げ辻元さんなんてそうなんだ。唐揚げ唐揚げ注目を浴びたいがために意外なもの入ってる味付け。今回はね、クックパッド先生、クックパッド先生しつこいんかな、これひつくねん、これが。ジャパネット、皆さん、この時間は美味しいご飯の食べ方、綺麗とやるね。これで水洗いしたらね、ガチガチになってまうねん。さあ、揚げていきましょう。から揚げから揚げから揚げ、さあから揚げ。あれ、もうちょっと火が強い方がいい。もうちょっと待ちましょう。もうちょっと火が強い方がいい。から揚げから揚げ、ちょっともうちょっと、もうちょっと火が強かった方がよかったね。もうちょっと待ちましょう。じゃあその間に粉をもっとつけて、粉をもっとつけて、もっとつけて、押し付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 けて、粉を蹴散らない、粉を蹴散らなかったらカラッと揚がる。ランララララランランラララン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 ダランダランダーダ。もうちょっと火ちょっと強なった方がいいね。ちょっと待ちましょうか。今年の夏は耐久型。でこの手を取っといて、